それではこれより小倉に橋本ラストステージセレモニーを開催いたします。橋本かなさん、15年3ヶ月ありがとうございました。15年という長きにわたり、今日たくさんまだお客様残っていらっしゃいますけども、お客様に感動を与えていただいて、心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。で、橋本かなさんが入社した15年の間にパワーヤーズにおいでをいただいたお客様の数が2000万人だそうです。ですから橋本かなさんがステージで2000万人のお客様にプラガールとして感動を与え続けてきたということに改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そしてこの温かい拍手、今日のステージ拝見をしますと、従来も素晴らしいステージだったんですが、今日一段と全員がこう気合が入って素晴らしいステージで感動いたしました。本当に最後のステージありがとうございました。明日からは一つ新たな第2、第3の橋本かなを育てるべく、後輩あるいは新入生の指導育成にさらなる力を発揮されることを心からお祈りをいたします。本当にありがとうございました。続きまして学院代表挨拶、ジョバー音楽舞踊学院最高顧問金稲荷早川先生より頂戴いたします。よろしくお願いいたします。その時は、バレエのプリマとして大変、有望視されてた少女だったんです。ところがこちらのステージを見ましてね、バレエのプリマになるのがこのスパリゾートハワイアンズのプリマとして花を咲かせたんです。そして皆様の前で、今日のような素晴らしい踊りを15年と数ヶ月踊ってまいりました。そして皆さんに愛され、そして本人も一生懸命で努めてまいりました。私が、橋本かな子が、こちらの常磐音楽美容学院に入学しました時には、大変可愛い、少女でした。それが今日の踊りを見ましたら、あまりにも素晴らしい、大人のあの少女がこんな踊りを見せてくれたのかと思いましてね、私本当にもう、感極まって、泣いちゃいました。今でもこうやってお話していながら涙が止まりません。今一度大きなご声援をお願いします。ありがとうございました。続きまして花束及び記念品贈呈に入らせていただきます。まず役員長、常磐音楽舞踊学院学院長より、松崎総支配から花束贈呈です。よろしくお願いいたします。続きましてスパリゾートハワイアンズより浦田マネージャーから花束贈呈です。よろしくお願いします。それからもう一つ、10年来の東京のファンの方からですね、今日は花束をぜひ橋本さんには今日はいけないんで渡してくれというふうに、頼まれております。
います。こちらもぜひ受け取ってください。続きまして最高顧問枯れ枝に早川先生より花束の授与です。よろしくお願いします。続きまして常磐音楽舞踊学院若葉会へあなたはと記念品の贈呈です。よろしくお願いします。続きまして常磐音楽舞踊学院小野恵子教授より記念品の贈呈です。よろしくお願いいたします。かなちゃん本当にお疲れ様でした。とても今日踊りを見ましてこういう可愛い、ね、お体でこういつも踊って今日はすごい素晴らしい大きな花ちゃんだなと本当にいつも思って、舞台がすごい大きい、本当に可愛らしい、普通の時はいらっしゃるね花ちゃんですけど、舞台はとても素晴らしい踊りを見せてくれる大きな彼女でした。とてもちょっと私としては残念ですけれども、まあでもね、また大事のね、人生を私たちと一緒にやってもらいたいと思っております。続きまして小倉木橋本本人の挨拶です。お願いいたします。皆様、15年と3ヶ月、応援していただき本当にありがとうございます。実は何も考えてきてなかったんで何を言おうかと今思ってるんですが、ただただ、私を支えてくれた、早川先生、小野先生、直子先生、そしてバンドの方、芸能の方、大泉さん、竹森さん、そして山口さん、森島さんと、あとは学院の皆さんに助けてもらえてここまで来れたと思います。あとはファンの方一人一人の声援が私の頑張りの一番のパワーでした。これからは、ダンサー橋本ではなくて第二の人生、先生方と同じ立場になります。もっと自分を勉強して学院の皆さんの素晴らしいステージが作れる助けをしたいと思いますので、これからも、ダンサー並びにハワイアンズを皆さん応援してください。今日は本当にありがとうございました。
きまして斉藤版祭りより三本締めをよろしくお願いします。いや本当に15年お疲れ様でした。僕らの橋本空の星、これもこの名前は一生忘れることないと、我々エデレタッシアンスというのは、タッシモで異教徒のポリネシアンバンドという意味なんですけども、我々もこれから橋本さんに負けないように頑張っていきたいと思います。会場の皆様も一緒に3本締めなので一緒にお願いします。ありがとうございました。それでは、学院生の、現役を除いて一応関係の方は、ステージから、降りていただけますか。この後ですね、小倉に橋本の本当のラストダンスの披露ということになります。じゃあ現役生はちょっと上下に寄っていただいて、温かく見守っていただきたいと思います。じゃあ、お客さんよろしいでしょうか。カピリナです。どうぞ。